帯広市役所からのご案内です。まず第25回参議院議員通常選挙についてのお知らせです。7月21日日曜日は参議院議員通常選挙の投票日です。選挙当日、投票所へ行けない人は視聴者イトーヨーカドー帯広店、帯広畜産大学の市内3カ所に開設された期日前投票所をご利用ください。開設期間は次の通りです。視聴者は7月20日土曜日までの午前8時30分から午後8時まで、イトーヨーカドー帯広店は7月13日土曜日から20日土曜日までの午前9時から午後8時まで、帯広畜産大学柏プラザは7月18日木曜日、19日金曜日の午前8時30分から午後8時までです。詳しくは帯広市選挙管理委員会事務局電話 65-4222 へ問い合わせください。続いてスポーツ振興室野川さんからのお話です。2019フードバレー十勝マラソンの参加者募集についてのお知らせです。今年で8回目となるフードバレー十勝マラソン大会を10月27日日曜日に開催します。種目は例年同様ハーフマラソン、 5km、 2.5km の3種類ですが、今年はコースが新しくなります。ハーフマラソンは藤丸百貨店前をスタートした後、白樺通りを通り帯広の森へ向かいます。今大会からは帯広の森から陸上自衛隊駐屯地を抜け、道道八千代帯広線を通りゴールの中央公園を目指す周回コースになります。 5km および 2.5km コースは西南大通りを走る往復コースになります。参加料金はハーフマラソンが一般の方は5,200円、高校生は4,600円です。 5km が高校生以上は3,600円、中学生は1,550円です。 2.5km が高校生以上は2,600円、中学生は1,550円、小学生は850円、親子ファミリーは3,100円です。申し込みは9月17日火曜日までで、申し込み方法については大会公式ホームページまたは市内公共施設などに設置の大会パンフレットをご覧ください。詳しくは2019フードバレー十勝マラソン大会実行委員会事務局電話 65-4210 までお問い合わせください。最後に十勝ジュニア文芸夏休み文章教室受講者募集についてのお知らせです。図書館では夏休み期間に詩、小説、童話、短歌、俳句の4部門の文章教室を開催します。日時は詩教室が7月27日土曜日午前10時15分から午後0時15分まで、小説童話教室は7月27日土曜日午後1時30分から午後3時30分まで、短歌教室は7月28日日曜日午後1時から午後2時まで、俳句教室は7月28日日曜日午後2時から午後3時までです。対象は十勝管内在住の人で、詩教室が小学生と中学生、他の教室は小学4年生から6年生と中学生です。定員は各教室先着20人で、複数の教室に参加することができます。場所は図書館で、参加費は無料です。申し込みは7月21日日曜日までに図書館へ。詳しくは図書館電話 22-4700 へ問い合わせください。帯広市役所からのご案内でした。